お疲れちゃんです。ラットです。ってことで、今回もね、クラッシュライドやっていきたいと思うんですけど、今回はですね、こちらのディガーっぽいロケですね。はい、久しぶりですね。こちら、外役デッキと呼ばれる、引きこもってね、施設とアイスイーズトルネで守って、あともね、ディガープラス、ロケとポイとウッドでね、このスプレだけで削っていくというデッキになっております。で、こちらなんですけど、最近ね、全然使ってなかったんですけど、最近、素直に橋渡る人が増えてきました。クラロは、言ったら、ウォールブレイカーだったり、あとは、エリゴレですね、とか、そういうので、ちゃんと橋を渡ってクラロをする人が増えてきたので、その橋渡ってくる人たちを全員ね、倒していきたいなと思います。橋渡んない人たちが逆に、言ったらクロスだったり、スケラだったり、言ったらディガー削りもそうなのかもしれないんですけど、ディガー削り対決 に対しては逆にね、相手はポイズンだけとか、ロケットだけなのを僕はスペルがあるのでね、そこの削りの部分で勝てると。で、しっかり橋渡ってきてくれる人はしっかりね、ボムタワーでね、前まで墓石とかだったんですけど、今ね、エリゴレがすごい増えてますし、あれだ、爆弾持って走ってるやつらも、ボムタワーに弱いんで、ボムタワー採用。というところで、グラチャでね、これでね、12勝してる人がいましたね。なんで、僕もね、久しぶりに使おうかなと思います。なんで、エリゴレに当たれればね、結構勝てるんじゃないかなと思います。エリゴレが来てくれれば。で、このデッキはね、きついのがね、結構ゴレがきつかったんですよね。なんですけど、みんな今ゴレ使うなら、エリゴレ使うって感じなので、それにはね、エリゴレ来てくれたらありがたいと思ってね、借りたいと思います。来たー、マッチング来ましたね。はい。で、あと3勝うまくいければ12勝できるので、12勝ね、ちゃちゃーっとしちゃいたいなと思います。というわけで、ディガーをまず飛ばします。ディガー来た。で、このデッキね、辛いところが、言ったり受けが少ないので、こういうディガーをね、なかなか受けきれないのが辛いのと、相手はワンチャンマジアッチャの可能性がありますね、これは。マジシャだともう確定していいと思ったんですけど、やべえ。違う。これしちゃったわ。これね、やっちゃったわ。でもこれね、たまたまこれ神打った。これウォールブレイカーも強ですね。いや、触れ！わあ、ちっちゃいな、お前。もうこれ一発耐えるよね。強いですね。オッケー。で、これはね、申し訳ない。マジアチャボムタワーのね、テンプレだとね、僕がね、錯覚しちゃったシャシャリによってね、こんだけダメージ受けちゃいましたね。ターゲが変わってない。けど、このユーノは美味しい。メガナイトユーノのタルザップかな？はい、だと思います。なんで、言ったらディガーかな？ディガーだけが厄介。それ以外は全部ボムタワーバルキリーで止めれるので、ディガーにバルキリー当ててもいいんですけど、これがまたね、大変。これロケ打っちゃいます。で、ロケ打って、多分ウォールブレイカー来るかな？ケツメガナイト。はい。ですね、ここを、外務します。最初のね、ロケットシャシャやってましたね。あれは良くないですけど。で、こう、ボムタワー内側にしちゃって、もうこれバルキリーで受けて、ボムタワーをできるだけ延命したいと思います。よいしょ。はいはいはい。で、ボムタワーが残ればね、強いんで。よいしょ。で、これトルネで美味しいですね。これは美味しい。これもなんか、たまたま処理できちゃう。OK。で、ウォールブレイカーがワンチャン来るので、来た時に、いや困るな、アイスイーズどんだけ早く出しても無理かもしれない。うい、危ない、やばい、やばい、いやスロー効果、うら、危ねえ、アイスイーズ強え。いやこれがね、今プロ。あ、でもこれメガナイトが来ちゃいますね。はい、メガナイト来るんで一回頑張って守ります。でも4スペ、手札がすごい、これ手札がすごいことになってる。できるだけボムタワー残したいんですよね。これはもう裏でいいですね。裏で。よいしょ。爆破が頑張るよ。頑張るね。これディガーで受けて、うえい、頑張るね。相手はスペルないんでね。来ましたね。ラッティンタイム。これ多分ワルブレイカー適当に飛んできたら来たで美味しい。来なかったら来なかったで、イモります。これ一回スイズから入って、でこれちょっとね、一回モリタイムですね。一回防衛します、ちゃんと。オッケー。これはね、おいしい。これもディガー飛ばして、これボムタワーのね、範囲攻撃でいい感じに。これディガーが痛いんですよ。ディガーが。
で、この家の中は無視でいいですね。で、ボムタワー残ってるんで、ちゃっちゃロケット撃っちゃいます。はい。で、ウッドマンも右側に裂いていきたいかな。削りで。よいしょ。ディガーなんですよ、すべては。すべてはディガーです、これ。このゲーム、厄介な、すべてはディガーです。いけ、いや、いい振り、いい釜。あ、これディガーがね、ディガーがあの、もう本当に、君だけ、本当に。あ、危ねえ危ねえ耐えた。で、ワンチャンここだね。オッケーオッケー。オッケー。決めはいいよ。で、一応取りにして、これディガー裏にしたらアイスイズム受けないといけないから、絶対どっちかは入るでしょ。オッケーオッケーオッケー。このユーナも無視でいい。あ、来た。ロケっぽい、スペル圏内。スペル圏内なのは間違いない。だから一回盛ります。で、裏にワンチャン来るから、そう受けて、今、神試合してないこれ。おい。ね、ポイズンロケ、待って、相手が攻めてくるからね、受けないといけないの。ポイズンからの、これはトレネで受けちゃう。あ、待って、危ない。ああ、入った、やめて。勝てた、しょっぱなロケットやった、マジで。あとトレネがカスだった、今。これはちょっとね、申し訳ない、マジで。今のは勝ち試合でしたね、バイゼスペラなかったんで、タワーにダメージ与えるのがザップぐらいしか。なんで最後取るねーのーって感じでしたね、ちょっと。来た。というところで、さあ、気引き締めていきますよ。今回はね、さっきみたいにシャシャリロケットしないんで、あれをすると負けますね、やっぱ。はい。というところで、最近なんかめっちゃ言ってるかもしれない。口癖になってきてる。まあ、いっか。ああね、これね、暇なんで、バルキリーで削りに行きます。あそこトリトンが引っ張ってくれます。ありがとう。っていう気持ちを込めてね。で、相手、ああ、バルキリー使ったやん、お前。俺のネックルどうすんのっていうところにね、はい、ロケットバーン。で、これ、うっとっちゃいたいけど、まあダメージ入んないからいいか。で、トリトン、ベビー、ネクロっていうことは、デッキは一つ、エリゴレでした。エリゴレです。まあ、暇なので、ディガー飛ばして、で、この、なんか流れてきたやつを、このままついでにアイスイズで処理したいですね。これ、ポイント打っちゃっていいかな？まあ、エリゴレなんで、いいや。アイスイズ残ってますしね。これ、コウムリがね、痛い。コウムリが痛い。おい、コウムリが痛い。あ、これ、トレネで。やばい。オープンねー。オッケー、これが強い。で、これだって、俺、こっから手札3アド増えますからね。4アドか。もうロケ打っちゃいたいもんね。ロケ。さすがにね、やんちゃだと思うので、ディガートウッドで、回します。トリトンか。はいはい。まあ、これは、後ろからトリトンに対してバルキリー合わせたら、端前でガッチャンコしてくれるんじゃないでしょうか。で、ベビードーラですね。課題が。課題がベビードーラで、このベビーディーラちゃんに何もできないのが、やっぱ、一番辛いところではありますけど、エリゴレ来ますね。エリゴレ絶対来るので、来ないわけがないですね。はい。来るので、これもこれちゃちゃっと、このコウモリでね、ボムタワー殴られるのが一番嫌だ。もう一番嫌い、これ。で、まあ、ネクロかな？ネクロ。トリトンでした。残念でした。はい。まあ、でも、ここのダメージさ、抑えれば、なんとかなるでしょう。で、ウッドレも削っていきます。ボムタワーでメガナイトに対して受けて、あと、バルキリーですね。バルキリーで受けたいので、バルキリー回ってないので、もうボーボイしちゃいます。ボーボイしちゃって。で、これ、ボムタワーが最強なんですよ。ボムタワーを残すために、ここでね、ここにね、バルキリー出して、こんな感じでメガナイト受けると、この残ったボムタワーでね、このエリグロを処理できるんで、これ、施設を残すっていうのがね、すごい大事になってきますね。まあ、言ったら他の施設でもなんですけど、テスラとか。そのクロス上手い人とかテスラをね、残してくるんですよ。あそこ残してくんのかいっていうようなところ残してくるね。そういうところですね。よいしょ。で、これも適当で、これ取りにして、取りにプラスウッドでダメージ削りつつ溶かして、バイバーイって感じで、最後ね、フィニッシュは、綺麗に。よし。これも一種のコミュニケーションですね。はい。よしよし。まあ。さっきの負けはね、実質勝ち試合だったんですけどね、ちょっと自殺しちゃいましたね。まあけど、ああ、フチバイさん、エリゴレ、あざます。というところで、まあ手札がこんな感じになっちゃうのがね、このデッキの、まあ、回しにくい部分であるんですけども、
まあそういうこともあるよねっていう感じでいきましょう。はい、やば、相手も同系統じゃん。これ後ろから交わっちゃうか。出た、コウモリ交わっちゃだ。これ勝ちたいね。お互い削り対決というところで、ふう、めっちゃ待つじゃん。ロケ打っちゃっていいかな。やんちゃ？もうデッキ分かってるから、これでもしかしてテスラクロスだった時に逆に詰む。焦るな。一回ボムタン置きますか。いやでもボムタン置いて、端前マジアチャで溶かされちゃうのが嫌なんですよね。もう今ユニットないから、端前マジアチャを溶かせない。さあどうする？なんで相手も考えてるんだろう。相手絶対そんな重いデッキじゃないじゃん。考えることないじゃん。ってなっちゃうんだけど、ここボムタワー置くと橋の真ん中にマジアチャ来るんですよ。で、溶かされて、溶かした時に、ディガーコウモリウォールブレーカー来て、ツムツムになっちゃうんですよね。ということは、正解は、ポイズンを打つ。はい。まあ、僕の中で考えた一番正解。おお、おお、おお、面白いね、君。なかなか面白いね。クエイク、スケ、面白いね。これロケット打っちゃおう。まあね、あ、待って、バルキリーお嬢様、逃げないでー。これやばいですね。カードカウントいきます。でも、クエイク打ったので、まあ、バルキリークエイクってことは、ロイフグかな？あ、でも、ウッドだったな。ホグか。いや、わかんねえな。ウェイ、ロイジェイでした。で、これでクエイク回ってんのかね。ウェイ。まあ、でも、ウッドで、気合で乗り越えたいね。結構入りますね。これもう一発入りますね、ここから。ウィー、気合がちげえ。で、定位置に投げても結局読まれるので、相手定位置じゃないところに投げます。で、クエイクだったので、相手はこのね、僕のアイスウィズおじいちゃんを処理できないと思います。で、クエイク高めに出して、ウェイ、まあ、ファルチですよね。いや、いい、取るね。まあ、でも、言えて守れますからね。いや、これちょっとやっかい。まあまあまあ。バルキリー、なんか後ろからバルキリーとか来ないですね。これロケ打っちゃいたいけど、ちょっと怖いな。あ、入んないかな。いや、これ入る。入って。いや、入って。あ、打っといてもよかった。これやばい。これやばい。これ誰が見てもわかる。やばい。まあでも、アイス G がやっぱ強いんですよね。僕アイスイズすごい好きなんですけど、この遅延がね、もうね、ずるいよねーっていうぐらい強い。これ結露された方が辛いですね、やっぱり。こう、端前から何回も来られるだけだったら。ワンちゃん今端前来るけど。ファルチで受けてからの、あ、待って、これロケっぽい。終わんないわ。ロケっぽいで終わんないけど。あえてこっち側に出して、よいしょ、危ない危ない。危ない危ない。で、この間に飛ばして、トルネで、ウィーンって下げちゃえば。はいはいはい。で、タギがたまたまファルチに行くみたいなことがないよ。オッケー、来ました。皆さんお待ちかね。ポイズンロケ圏内ですけど、相手が攻めてきてるので、一回ちょっと防衛したいですね。ちょっと待ってね。ワンチャンやばいよね。殴んないで。あー、出た。ロイジャイの超ロング距離。まあでもこれはね、さすがにね。君でも無理だわ。お疲れ。よっしゃーというわけで、まあ、ロイジェイに向かっていく。結構ね、ミニペックとか、そう、コウモリというか、言ったら DPS、DPS はなんか違うかな。あれ？なんだったっけ？忘れた。ダメージ？そう、ダメージが、火力がね、すごい高いやつがいないので、結構ロイジェイきついイメージがあったんですけど、相手がクエイクなのがね、すごい助かりましたね。はい、というところで、さあ、12勝したいなと思います。この変なデッキで。よいしょ、来ましたね。マッチング早い。クラポロン？これ日本人っぽいな。ちょっと申し訳ないかもしれない。ポロンさん信者説がありますね。12勝したい香りがすごい出てますけど。というところで僕としてはすることがないので、ポイズンを割くのか、ボムタワーを置くのかで、ボムタワーを置こうかな。多分ディガーが来るか、ウェブが来ます。か、何も来ないですね。よいしょ。ポイズン。オッケー、1体かするいいポイズンだけど、ちょっと早いかな。もう一個ひとまず左側にできたから、ワンチャン際どいですけど。ウェイ。これ、ケツネクロ来たらね、もうかましてやりたいですね。あー、これかましてない。これ、スキラーかな？流行ってんのかな、スキラー。
うい、あ、これね、この位置はね、よいしょ、据えますね。で、これもし、あ、でもスケルじゃねえ、ディガーだったからね。オーブンとディガー、あ、バルーンかな。バルーン来たらロケット撃っちゃうよ。バルーン説はね、ワンチャンありますね。結構濃厚じゃないかな。あー、これ痛いけど、まあちょっと受けて。2発は痛いよ。2発は痛い。アイゴレ、バルキリー、コウモリ。これ痛いよ、マジで。このロケ撃っちゃおう。今別にバルーン飛んできてもね、ボムタワートルネがあるので何も怖くないです。で、ネクロ咲いた。で、今ディガー飛ばすとバルキリーがあるけど、まあバルキリーぐらいなら何でもいいか。そろそろオーブンもあるかな。はい。ディガー飛んできたのはボムタワーが頑張ってくれて、これもね、タイミングよくトルネすると、ボムタワーの爆破でね、てかこれだけで大丈夫だ。ボムタワーだけで、うん、強い、ボムタワー。こんな優秀なボムタワー見たことある？みんな。これね、後ろにやったらバレるんですけど、後ろにやります。暇なのでポイズン打ちます。暇なんでね。暇だからポイズン打つっていうのは結構大事ですね。よいしょ。で、ボムタワー置いて、ボムタワー1個ここね、内側にしとくことによって絶対釣れるのと、そしてね、ディガーも受けれますと。で、これだってもうこのまま守れちゃいますからね。これにロケットバーン。おい。これね、バルキリー、ごめん。ごめん。ごめんね。まあ、でも、これもね、勝ちましたね。多分相性いいのかな。なんか、ネクロとか全部バルキリーで餌っすもんね、言ったら。で、ボムタワーでも餌ですし。よいしょ。これ一応バルキリー受けちゃって、これをトルネで引っ張りたいけど、トルネがいらない。いらない。しかもこれあとはスペルだけで終わっちゃうんで。このポイズンからの、ロケットでね、グッドゲームというところで、まあ、バルーンにはね、やっぱ施設プラストルネ、そしてロケットもあるんで、すごい相性がいいのかなと思います。申し訳ないですね。はい。まあ、けど、しょうがないですね。というところで、こちらね、最初いっぱいしちゃったのがね、ちょっと痛かったんですけど、順勝、久しぶりに順勝、しかも、あ、エリゴレ、美味しい、エリゴレありがたいですね。まあ、あとは何もいらないので、この41枚をありがたくいただきましょう。というわけで、結構ね、いいんじゃね、いいんじゃねって感じでしたね。はい。よければね、これ、ディガポイロケ、まあ、どうだろう。ボムタワー、やっぱ強いよ。これ、エリゴレとか、エリババとかにも絶対強いし、しかもバルキリーがね、ウィザードとか、ネクロとかにもいいんでね、ぜひ、こちらお使いください。というわけで、今日はね、こんな感じで以上にしたいと思います。マルチ動画もね、上がると思うので、ぜひそちらもお楽しみください。では、お疲れ様でした。